人間に掴かみかかる川淵のフーア、ウィリー・ポガニーが、パドリック・コラムの創作民はアイルランド王の息子。フーアは、スコットランドのハイランド地方の民間伝承の、凶悪な精霊や妖怪。特に水にまつわるとされ、後には、様々な水王、水霊をアシュ、亜種、剣族として含む魔物の総称と解釈された。北部サザランド州の伝承では、 フーア女と骨なしのブロラハンの母子が、フーアの粉引き小屋に着いたとされる。異文ではそのブロラハン小屋で目撃された個体は、金髪で緑の服を着る花なしバンシーだった。この小屋で捕獲された話もあり、為替で動揺したのを寸血で刺して漁すことができたが、明かりを照射すると、ゼリー状の塊と化してしまった。同じ地主の牧幼地の個体は、足が不自由で、 背負うとその足に水かきがついていた。同州の防火では代々、縦髪や尻尾がついた子が生まれるが、先祖が、ーアを嫁にした子孫との噂が立っていた。これらの合成像が、ーアの外説として流通するが、批判もされている。スコットランドゲール語の名詞、フーアフスに由来する。発音は、ーアであるがボ、ボトとも音社されており、フォア、ボ。 バトウの音社表記も見られる。別名アラハト、または、フーア、アラハトとも、スコットランドコーチのゲール後の民間伝承において、とりわけ水にまつわる凶悪な精霊や、妖怪の総称と解説される。ジョン・フランシス・キャンベルは、フーアを湖、川、海などと関わる、水のせいと考えたが、ジョン・グレガーソン・キャンベルはこれを誤りとし、フーアは、 必ずしも水にまつわらない例や幻影であるとした。このうち JF キャンベルの方に指示表明をしているのが、神話本を多作している、ジャーナリスト作家ドナルド・ A ・マッケンジーである。特徴、JF キャンベルは、総論として、サザーランドの不和は、水のせいであって、男と女の区別がある。水かきのついた足をして、髪は黄色く、服は緑で、音縦髪があるが、 花はない。陽気な連中であるが、光に合うと死んでしまい、鉄の武器には打ちまかされる。そして、小川を渡る段になると、落ち着きがなくなると、西ハイランド昔話集に述べている。これは、サザランド州から、不安にまつわる数編の民話から属性を拾って、合成してしまっているわけだが、それは過ちであるともう一人のキャンベルは批判している。 例えば、同州の万老家は、先祖が、フーアと結婚した、数世代にわたり、縦髪や尻尾がついて生まれると噂話を立てられていた。そこから、元のフーアも、縦髪や王を有するものと、結論されている。また、同州では、緑の衣服を着ているのが、一般論になっているが、後に紹介された例では、黄金とシルクの衣装を着ていた、妖術使いの女性が、 急斜な川岸からリバーシンに走り飛び込むのをサザランド州のフーアの亜種とされる要請には以下が挙げられるドナルド、A ・エマッケンジーの著書で以下の分類の多くが行われており後ブリッグスの要請事件もフーアの項でそれを参照しているフーアの息子の説はブロラファンは JF ・キャンベルの西ハイランド昔話州初集であるがそもそも デンプスター上司が、採話者であり、キャンベル昔話集への提供者であったことが、述べられている。それらの背景舞台は、フーアの粉引き小屋も含めて、デンプスター家の所有地内にあるが、シャーロットはその親族である。ありがとうございます。